はい、こんにちは、ライムです。早速前回の続きからやっていきましょう。前回はチョコボイーターと戯れたという感じですね。まああとティータという名のイチャつきもあったかな。はい、ということで行きましょう、進んでいきましょう。今回は無料です。はい、前回ねチョコボイーター倒してなんかねチョコボ無料で乗せてもらえることになったんで、初チョコボだね。あ、早いんだよ天のチョコボは。モンスター出なくなるのかな。はい、多分設定上ではモンスターをチョコボで避けてるような感じでしょうけど。あ、いっぱいチョコボいる。あそこにいっぱいチョコボいる。あれ討伐隊の人かな、訓練してるのかな。宝箱ある。多分ねチョコボでしか行けないとこもね確かあったような気がしないでもない。ちゃんとねアイテム忘れずに取っていきたいですね。あ、これだ。あ、これだね。なんかチョコボの羽が落ちてるところはなんかね特別なアクションができるみたいな。いいね、ヒートランス。なるほど、こんな感じでアイテムを集めていくんだね。チョコボの広い羽を探せばいいんだ。あ、これベルゲミーネじゃね。シェリンダだった名前ベレゲミーディア、あれか、召喚師の人か。お気をつけなされよ。うん、人違いだね。ただねチョコボ乗ってると難点はねレベル上げができないってところだよね。まあいいところも悪いところもあるって感じだね。ハイポーション討伐隊かな。僕らだって討伐隊なんだぞ。ちゃんと仕事もしてるんだ。僕の任務はみんなの荷物の後片付けだ。私は兵隊さんにご飯を運んでるの。どうだ、すごい仕事だろ。子供もいるんだね。ここで集合のはずなのにミチル隊長たち来ないんだよね。クラスコエルマのやつ何してるんだかな。チョコボで行けるのはここまでっすよ。なんと、はいはい、降りて降りて。やべ、強制的に降ろされた。マジかマジか。あ、いた、ここにもいるんだ。ドナじゃんこれ。何度も言わせないでちょうだい。私はね召喚師なのよ。申し訳ありませんがどうかご理解ください。召喚師の旅を邪魔するなんて何考えてるわけ。申し訳ありませんが例外はありません。話にならないわね。話になってないね、確かに。あら、あなたたち見ての通り召喚師でも通行止めよ。結局は召喚師を頼ることになるのに全然分かってないんだから。まあいい機会だから戻って休むことにするわ。行きましょうバルテロ。今ティーダに引っかかんなかった。今ティーダにすごい引っかかってったよね。この先の通称キノコ岩街道で討伐隊による作戦が展開されます。おーん、聞かないっす。え、チョコボ、あれチョコボ乗せてくんないの。チョコボ乗せてくんないの。マジ。あ、いたよいたよ、よかったよかった。あん、なんだなんだ、よかったチョコボいたわ。なんか去ってったのかと思った。チョコボこっちでも使うんだよね確か。ルチルじゃん。召喚したのこっちの道ね。わけありっす。街道の終点はあちらです。しかし現在作戦展開中のため終点から先は通行止めとなっています。召喚師様が通れるかどうかは検問の隊長にご相談ください。すごい丁寧だな、めちゃめちゃ丁寧だ。ここ行けんのかな。行けそうだよね。行けそうだけど他のチョコボ行けてんのに僕は行けない感じですか。僕は行けない感じっすね。何も、丸ボタン連打してるけど何も起こらないっすね。
お、ここは行けるのか。おお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 お、いいね、ラッキースフィア。あ、これあれじゃない、前どっかでウンスフィアをゲットしたと思うんですけど、ラッキースフィアついに使えるんじゃない。決まりで使おうかな、決まりに使って、あ、決まりに使おうかな。ライコーマル、お、すげえすげえ、リサーチャー、うん、あると思ったんだよね。装備見てみようか。リサーチャーが多分輪っかだよな。雷光丸、貫通雷攻撃、属性ついてるの微妙に使いにくいんだよね。まあ敵に寄っていった感じかな。あ、やばい、降りちゃった。乗りまーす。ん、大赤屋じゃん。誘導に降りたのは失敗だったぜ。人通りが少なくて商売にならねえ。なあ、なんか買ってかねえか。何、強いの、武器がない、武器が一切ない。大松隊がやたら張り切ってるが、何が始まるってんだ。なんだっけ、未編セッションだか、そんなんだよね。土星の印、土星ってアーロンだっけ。こんなとこに落ちてるのか、普通に。やっぱここ行くしかないみたいだな。どこまで行けるのはここま、はい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 。とりあえず一回怒られてくスタイル。ビサイドのガッタとルッツです。こいつが最後のおとりです。遠方からご苦労だったな。さあ通ってくれ。おとりか、この魔物なんだ。今度ブリッツ教えてくれよな。ちょっと行ってシンを倒してくるから待ってろよ。軽く言うな。本作戦未編セッション実行委員会ではカンパのご協力をお願いしております。これガッタと声優一緒だよね。多分これ神谷博士だよね。そういえばガッタってこれカンパしても何。どうもです、これ使ってください。あ、なんかくれるんだ、リサーチャーくれた。これカンパが多いほどなんかもらえたりするのかな。まあ、別にさっきもリサーチャー拾った気するんだけど。介護官、あんたたち召喚師様とガードだろ。迷惑かけてすまないな。協力感謝する。作戦の話聞きたい。あんたたち、なん、知らなかったのか。うん、各地で捕獲された真のこけらが続々とここに運ばれてきて。あれ真のこけらか。真のこけらがいる場所に真は現れるだろ。この習性を利用して真をおびき出すんだ。なるほどね。で、何すんだよ。すまないが通行止めだ。通れないの、結局通れないの。本作戦センギル、ご協力ありがとうございます。これをどうぞ。アイスランス、いろいろくれるんだ。違う武器くれたぞ。貫通氷炎を揃ったね。属性が揃ってく。おお、シームアローシ、こんなところでシームアローシ。またお会いできましたね、ユナ殿。すごいね、敬意を表するときあんなポーズするんだ。はい、どうしましたか、お困りのようですね。実は、なるほど、お待ちしておりました。作戦司令部にご案内いたします。その前に頼みがある。はっ、
何なりと。召喚士ユーナ殿とガードたちも通してほしいのだが。お言葉ですが、シモア様。君に迷惑はかけない。責任はすべて私が取る。ここまでは結構イケメンなんだよな、発言が。裸ネクタイだけど。かしこまりました。通行を許可いたします。裸ネクタイ、裸ネクタイなんだよね、よくよく見ると。発言はイケメンなんだよな。どうぞ。 ありがとうございます。なんでワッカとルール気に入らない感じなんだ。無言っていう。ユーナ、行くわよ。偉そうなやつ。偉そうじゃなくて本当に偉いんだよ。確かに。確かに。確かに。取ります。取らせていただきます。どうぞお取りください。イエーイイエーイ。シモアグアドロシご来臨。ご来臨って言うんだ。スピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君、己の選んだ道を信じ存分に戦うがよい。君たちの優先、エボンの老師このシーモアがしかと見届けよう。はっ。どういうことだあれ。どうしてシーモア老師は討伐隊を応援するんだ。なんかアルベド族の機体を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー、うん、ただの視察じゃない。本人に聞くんだな。何も言えないわっか。何も言えない。やはりアロン殿でしたか。お会いできて光栄です。ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間はない。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。あ、はい。どうかそんなに緊張なさらずに。あの、話しかけた。なぜにここにいらっしゃられますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。慣れてないのバレすぎ。エボンの教えに反する作戦、止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。彼らの純粋な願いが一つになってミヘンセッションが実現するのです。エボンの教えに反するといえど、彼らの志は純粋です。エボンの老師としてではなく、等しくスピラに生きる者として、シーモア・グアド個人として、私は声援を惜しまないつもりです。でもアルベド族の機会はまずいっすよ。見なかったことにしましょう。老師様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよ。では聞かなかったことに。マジっすか。初めて見た時からシーモアは好きじゃなかった。でもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ。まあ正論ではあるよね。正論ではあるよね。なんでアルベド族ってそんなに毛嫌いされてんだっけ。理由忘れちゃったな。そういえば理由語られてないよね、まだ。こいつがでは先に進めるんじゃないかな。ライフリング、これはマジか。アイテムくれんのか。これをやるから俺たちの仕事を増やさないでくれよ。万能薬、こいつもくれんのか。どっち用心してください。この品が役に立つかもしれませんよ。エーテル、ありがてえ。ライフリングって多分ルールっぽいな。
HP 20%。 何気にマジで話しかけただけでこんないいのくれんの。強いね、だいぶ強くなった。ティーダの攻撃力やっぱ低いなって思う。なんだろう、まあルールーがちょっと強すぎんのかなって気もするけど、あ、ユーナの回復使えんのか、ここでも。これ便利だな、ユーナ。うわ、エンカウント率の高さ、オーバードライブ使ってみよう。701、ルールーより弱い、ルールーより弱いやつ。強いな、決まりが。やはりに進むには十分な注意が必要です。これで少しでもお力になれるかと。ハイポーション、お、クラスコか。ユーナ様とガードさんたちですね。はい、作戦司令部へどうぞ。シーモア老師がユーナ様もぜひとのことです。はい、司令部はあっちなのでそっちの道からどうぞ。こっちの方は作戦準備でごたついてるんですんませんです。で、言われるとね、やっぱり逆の方行きたくなるけどね。陣は我らを見捨てなかった。これで心置きなく戦えます。うわ、なんかプリン出てきた。サンダープリンっぽい。暴れてやる。 OK。 これ弱点なんだろう。水か、水か、そっか。あ、まだ覚えてる。ウォタラ覚えてない。右行きたい、行かせてくれ。こっちじゃなくてあっちの道ですよ。俺の説明ダメでしたか？いや、ダメじゃないんだけどね。まあこんなとこにもお若いやりよ。おお、少年潜り込んでやったぜ。すげえな、さっき旧街道にいたような気がするのに。ピンチにバコルド。光竜の腕はマジカルリング。 HP20% の方がいい気がすんな。未変セッション価格で大儲けしてやる。でも少年は特別だ。恩人価格で OK だからな。でも普通の店で高いんだよね。恩人価格って言ってるけど、確か
魔物の動きが活発になっています。気休め程度ですがどうぞ。ハイポーション。お、モンスター結構変わったね。ルチルじゃん。逃げてな。話しかけさせろ。あー、逃げてった。クソ。センギル召喚師様ご一行ですね。ぜひこちらをお納めください。ポーション10個。いい心がけじゃ。お、ついに話しかけられるのか。連絡は受けております。この先の作戦司令部へお急ぎください。オッケー、何枚でもくんね。万能薬。お、ガルーダ。決まりゲーすぎるな。老師様、召喚師様がいらして隊員たちの士気も上がっています。無論私も同様です。ありがとうございます。俺言われちったぜ。先制攻撃は先制攻撃は卑怯だと思うな僕。はボス。あれ死んでない。アーロンにとどめさせてもらおう。じゃあな。先は長い。行くぞ。はいはい、行きまーす。あ、やった。アーロン攻撃力上げられる気がする。おお、攻撃力4アップ。これはでかい。攻撃力4アップはでかい。ただ次の攻撃アップまで遠いな。結局私の説得では止められませんでした。ああ、シェリンだね。討伐隊の方々を見ていると何もせずにいるのが辛くて、だから今は
私にできることで力になれたらって思ってます。基本シェリンダーいい人だ、すごい純粋な人なんだよ。戦う力はありませんけど、多少白魔法の心得があります。今はその力を役立てたいと思っているんです。うん、なら僕たちを回復してほしいな僕の役に立ってほしいな。またガルーダさんか。オーバードライブ使おうかな。アロ見てる余裕がない、弱い。これやばい、キマリさんの普通の攻撃の方が強いとかやばい。うおー、ルールオーバーキル出るようになったぜ。はい、ポーション。作戦の展開次第では多くの犠牲者が出るでしょう。その時は紹介したな。何とぞ一回送りを。怖いね。まあまあ相手死んだからね、そりゃあまあね、死ぬことを考えないとね、本当に死を覚悟。召喚師様たち、どうやって入ってきたんすか。はたかね、おお、押すな押すな、はたかネクタイさんのおかげですよ。これ召喚師様への差し入れです。いざという時は頼みます。エクスポーション、エクストゥダポーション。あ、これ下に下がるやつだ。下どうやって行くんだろうなって思ってた。え、これあるだけ、これがあるだけかよ、まさか。あれ、前のマップってどうやって行くんだろう。何もない。あった、アルベド語見えにくいわ。浅い予想をアルベド語、そこそこ違うな。それっぽいところに来たな。司令部周辺の魔物を退治しましたが、もしもの時にはこれを使ってください。全然モンスターいるけどね。お、なんで先輩だけですか。俺も前線で戦わせてくださいよ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。司令部を守るのも大切な任務だろうが。俺がビサイドからここまで来たのは真と戦うためです。分かっているが。熱くなってる。命令だ、さっさと配置につけ。先輩やれやれの先輩だけど、まあガッタの気持ちを分からなくはないんだけどね、分からなくはないんだけど、これあれだよね、確かここあれだよ、選ぶんだよね、ルッツとガッタどっちがってやつなんだよね。二者択一なんだよなこれ確か。はい、通行許可が出たのか。うん、ガッタかわいそうだったな。
戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば、俺たちの戦いはそう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。子供か。わか、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ。なんだなんだなんだ。お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。なるほど、チャップね。すまん。殴った。わっか、落ち着け。わっか、一緒にブリッツやっててよ。大会で一回でも勝ったら、勝ったらルーに結婚申し込むって楽しそうに話してたのによ。なんと、そこまで話が進んでいたのか。討伐隊になるだもんな。好きな女と一緒にいるよりも、そいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。ルー、知ってたのか。ルールーもきついな。この旅に出る前にね、聞いた。ルールーのパンチも効いた。ルールーもやったのか。言ったじゃなくてパンチ。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。レッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか。全然足りねえ。ルッツさん、ダメ、言っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。通してやれ。お前が召喚師の道を選んだ覚悟とこの男の覚悟は同じだ。邪魔するな。そういうことだね。どうしてユーナが道を開けたのか、それが分かったのはずっとずっと後のことだった。そうなんですよ、この時のね、初見でやってる時のプレイヤーとティーダは同じ気持ちなんですよ。分からないんだよ、なんでって、なぜって、覚悟ってどういうことってね、ことなんですよね。はい、といったわけでですね、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。次回はルッツとガッタが挑む未編セッション、一体真に勝つことはできるのかといったところで、次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。